Ready? Wie behindert ihr? Oh, das Chatterquä! Das Hallo-Quä! Zum Lachen vollkommen hier!縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。誰かが住んでおったようだ。おなごの衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。聞こえたか。島の者です。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み、
寝返りおったか。頼む、いてえよ、死にたくない。長いは無用、行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そしておじ上の救出にお力添えを。ああ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。